Welcome to Superstar Channel。 行きましょう。あれまだ始まってない。今始まってフライングしてますね。フライングしたね。だいぶフライングだね。はい、さあ、はい、暑いね。いやもう暑いですね。でもう恵比寿見たら今週末29か30度になってるじゃないですか。いやどうなっちゃう。いやもう溶けちゃうぜ。だからスポットクーラー2台用意しました。あ、ありがとうございます。そっち。ありがとうございます。絶対暑いと思うね。なんか最初は雨っぽい予報だったのにね。なんかそう、前倒しになってまだ金曜日 100% になってたんで、うん、金曜日はもう最悪走らない、走らない。で土曜日でもみんなが同じことやるんで、多分土曜日走れて5本ぐらいだと思うんですよね、午前中だけなんで。なのでまあそこは天候次第でね、ちょっと考えて、まあ出たとこ勝負なんだろうけどね。いつも通りですね。うん、いつも通り。なんだけど、恵比寿じゃん。去年のね、もう。そうだよ、そうそう、去年、去年は、ほら、すげえなーみたいな。あ、出てるんですね、去年の走りが。だって、今までのさ、この間までの過去最高の記録がさ、一番最初の、一番最初の時が一番最高記録で、だんだんそっからこう、なんか、なんか、あの、坂を駆け下りるかのように。最後は0点パパになる。そうそうそう、今真下ですからね。そう、ここからまた上がるだけなんで、はい、頑張ってやりましょう。はい、ということで、はい、今日ははい、フロントブレーキがもともとついてたやつがだけが効きすぎるっていう話でね、うん、ちょっと今井さんに作ってもらった。これはどのような、あのね、これ量産じゃない、全然量産じゃない。あの、要はなんだろうな、ローターとパッドのところが滑っちゃうっていう、あの業界の人は言うんだけど、要はペダルタッチは硬いんだけど、あの制動がいきなりギューンって立ち上がらない。ああ、はい、うん、バーンって踏んだ時にこう噛み込まないっていう言い方なんだけど、ちょっと表面が滑るような優しいってことですね、うん、っていうかしっかり奥までギューって踏んでもまだもしかしたらロックしないかもしれない。それはもう逆に怖いな。慣れないとあれですね、うん、まあそこまでひどくはないんだけど、はい、ちゃんと液圧が上がればいいんだけど、軽いタッチの時に効きすぎちゃうと、うん、っていうところをこの間も言ってたし、ウェットだとちょっとコントロールが難しいんだよね。そーっと踏みたいんだけど、初期制動が強いブレーキパッドって結局みんなこうサイドブレーキを引く瞬間ってフットブレーキをちょんと当ててサイドを引くんだけど、あれ引いてない人いる？まあ、フットブレーキを踏まなんでサイドを引くっていう人は下手だからはっきり言って下手。荷重いいとかなくて、うん、そうですね、上手な人は必ず当たるか当たらないかぐらいなんだけど、フットブレーキを入れてサイドを引いてるはず。それはブレーキオイルの中の液圧って言って、少し圧をかけてあげるのがフットブレーキの役割だったり、うん、まあ油圧サイドはね別系統で引いてあるからこっちは別なんだけど、ただやっぱフットブレーキのその微弱なコントロールの時に、前後のブレーキバランスっていうところをサイドブレーキはリア、フットブレーキはフロントっていうところで、ウェットになるとね結構ここ大事になってくる。その時に効きすぎるブレーキだとフロントを軸にして後ろ引いた瞬間にこう誰かさんみたいにこうクルンって回っちゃうだったらじゃあフロント効かないようにしてやるわって言って作ってもらってきました。はい、はい、そうですね、今ついてるのがねもう初期パック、そうパカンパカン効いちゃうって言ってて、さすがにグランデのキャリパーにするのは嫌じゃん。そうですね、こんなちっちゃいローターとこんなちっこいキャリパーね、リアはねこんなでかいのついてる、そうそう、こんなでかいのついてるのにフロントがこんなちっちゃいのじゃ寂しいから、はい、まあ一応ねフロントスープラキャリパー用のこのロッドを作ってもらいました。ああありがとうございます、はい、であとはちょっと車高のセットとアライメントをヘビス用にしたいなと思います。うん、うんうん、そういうことですね。はいはい、じゃあこれからじゃあ作業していきたいと。はい、急に元気下がっちゃったな、うん、なんだよなんだよ、ダメじゃん、ダメじゃん、もう、あ、もう波がね今あ、波が激しい、はい、ここそう、ここ10秒ごとにこう上がり下がりしてるんで、うん、あまりドライバーさんはそれ良くないからね。そうですね、はい、こうな波のないように穏やかに穏やかに行けるようにしましょう。はい、じゃあ作業していきましょう。はい、やりましょう。あれ、それって何ですか。何が？その今緩めてたやつって、え、緩めてたやつって何ですか、その赤いバネみたいな。赤いバネ、これじゃなくてあ、そうです、これはブラケットのロックシート。あ、ブラケットのロックシート、大体さ、ドリフトやってるやつってさ、ブレーキパッド足回り変えてるとかさ、不定体履いてるくせに
ブレーキパッドノーマルっていうバカ野郎結構多いよね。いや、俺ブレーキ踏まねえっすよ。いや、投げねえだろよ。コントロールすんべよ。踏んでんすよ、大体。ね。え、純正だ、純正だ。いや純正じゃないよ、これ。これエンドレスなんですね。そうですよね。うん、多分。青色ついてる。この感じでいくと CCR、CCR とか CCM じゃねえかな。うん、多分、裏金エンドレスの裏金だから。ノーマルじゃなかったね。そうですね。うん。よいしょ。ダメだよ、ここ。こんなピストンの戻し方。これ本当はこういう風に戻しちゃいけないんだから。これはモザイクかけてね。おい、ちゃんとドアムで戻せよ。ねえんだよ。俺も全然気づかないんで、あ、イマージュからパッド来た、なんか俺のテスト用パッドかな、あれ形違うな、 GTR でもねえしシルビアでもねえしと思って忘れてた。あ、いけねえ、タッキーのだった、忘れてた。そうだ、スープラキャリパー用の効かねえやつ頼んだんだ。結構減ってます。そういうのじゃなくてさ、こう表面のさ、こうさね、この材料がこの魔材っていうやつがいろいろ入ってんのよ。アスベスト材だったりメタル材だったりとか、あとは金色のあのカッパって銅が入ってたりとか、 あとはこれがあのカーボンセラミックが混じってるものもあったりとか、ブレーキパッドっていろんなのがあってさ、そこがペダルのタッチとか効きとかそういうのにわりかしブレーキパッドは山のように種類があって、走るステージだったり使うタイヤだったりドライバーさんに応じたものをメーカーはいくつかラインナップを持ってるのね。んじゃあさ、ドリフトやるのにレース用のパッドなんかついてたってどうよ、ドヤさんの話。ああ、うん、そうで、ブレーキ踏む人はブレーキの踏み方だって違うでしょ。ドーンって踏む人もいれば優しゅう触ってくれる人もいるし。なるほど、うん、あ、それに合わせて本来はブレーキパッドもね、作ってもらうっていうのが一番理想なんだけどさ。あ、まあ、でもそんなメーカーさんはね、そうそうないのよ。女だっておめえみてえな馬の本人になんでパッド作ってやんなきゃいけねえんだぐらいのこと言われちゃうからさ。あ、俺も散々そうやって言われてきた。でもちゃんと分かるとか、きちんとレポート出すとかね、はい、そういう風にすると意外とやってはくれます。うん、うん、俺なんかね、こうパトン、お、なんか落ちたぞ。はい、あ、なんかもうね、10年近くこうやってパッドのテストをさせてもらって、ようやくですよ、わがまま言えるようになったのも。よし。で、豆知識なんだけど、もうこういう競技用の車、はい、こういうね、ブレーキパッドの後ろにこうプレートがついてるんですよ、こうやって純正も。あ、うん、こういうね、これね、泣き止めなんですよ。ブレーキ踏むとキーとかヒーとかヒューとかっていうさ、あのちょっと引きずった時に、振動が、ちっちゃな振動が出た時にこのプレートが吸収してくれる。おー、うん、そのための泣き止めなんだけど、はい、これもタッチが逆に悪くなっちゃったりとか、ものによったらこれが原因で、ブレーキのこの制動が少しだけちょっと思ったように止まらないとかっていうのもあって、基本僕はこういうものを使わないです。おー、なるほど、うん、要はダイレクトなタッチが欲しいとか、ペダルが少し遊びがあるみたいなところが、こういうことを、これこういうものがついてると、ピストンがこれとこれはまあくっついてはいるんだけど、若干ここが少しこうやって動いちゃうんだろうね、この
プレートがこう潰れたり伸びたり、うん、ちょっとそこがねフィーリングが悪いっていうところで、これもそうですけど外しました。まあ競技者だから別にブレーキがちょっとぐらい引きずって泣いたって別に気にはならないだろうし、ただブレーキのタッチだったりとか制動っていうところは逆にドライバーはリニアに欲しいなっていうところもあれば、普通の車だったらつけた方がいいんだけど、そうじゃない車だったら僕はこれいらないっていう人です。なるほど、うん、なので今回は取っちゃいました。なるほど。こうやってブレーキパッドの残量が新品のやつとこっちの少ない残量、それからパッドを入れるのにキャリパーのピストン、ここ4つ、スープラキャリパーは4ピストン、4ポットキャリパーっていう 1,2,3,4 個ピストンがいるんだけど、はい、ピストン奥に引っ込めました。そうすると今ブレーキのパッドこうガバガバでしょ、あ隙間だらけでしょ、はい、でこのままタイヤくっつけてブーンってやるとブレーキスポーンっていってブレーキ効かなくてドッカーンってなるから、あこういう風にした後に必ずブレーキを少しこうダブる、ああ本当だ、あ動いてる。でローターとブレーキパッドの差が、はい、多分今もない。そうですね。こうしておかないとボーンって動かした時にいきなりブレーキが効かなくなってペダルがスポーンっていって止まらないってなって。ああ。それで自分のうちに突っ込んだ人を僕は知ってます。ああなるほど。あブレーキがない、ガシャーンってやった人を僕は知ってます。ああ切ない。はい。親に怒られたって言って、まあ、でしょうね、うん、ねえ俺家壊すなって言って親に怒られた。